克拉带志玲约会吃寿司，小孩餐厅吃饭绝不放任任跑。これは僕自分で日本から飛びました。国民姐夫阿克拉到高雄出席藏寿司海外首间全球最大2000平旗舰店开幕，姐夫穿着传统和服现身，超帅的。マスクないです。こういう撮影とか、着地にですね、顔だけ汗をかかないっていう、はい、そういう特技を持ってます。天生就这样，还是他有什么秘诀可以让脸不流？又没想到。多分仕事をやってる中で、こう多分集中して、やっぱり顔だけ汗。帰っちゃダメだというか、取られてる立場としては、大体そういう意識で、だんだん鍛えられてきたのかなと思いますけど。久久久久久。他觉得他就喜欢这次小黄瓜卷，他有没有不敢吃的食材？僕実はオイスター、カキが。本身对福利，因为之前也是做工作，所以有些。他はもう、大丈夫です。最高級吃过。オイスターですからね。実は今待ってる間こっそり食べてたんですけど。5分ぐらいで10皿ぐらいは食べてましたね。さっきすごく面白かったのが、まあ、いろいろな今回の記者会見でいろんなゲームが5枚目ぐらいから5枚目10枚目ぐらいで、昔みたいにお皿をこう重ねていくだけじゃないんです。食べたら入れるんですけど、多分それでカウントされてて、こっちの iPad の方にそれで多分何個か行くと、そういったなんかご飯食べながらエンターテインメントをこう楽しめるっていうのは、当たるとこっちからおもちゃが出てきたりとか、そういったなんかご飯食べながらエンターテインメントをこう楽しめるっていうのは、まあ僕も子供もいますので、子供とか特に楽しいだろうなと思いましたね。はい。请问一下，因为每五盘可以抽一次嘛？那如果一直都没有中，如果未来那个小朋友就是来吃寿司没有中，他会为了小朋友再多吃五盘吗？多吃完。哦。哇，蛮贵的。带小朋友或者很小的小孩来这样子的餐厅吃饭，有什么办法可以让他们安静配合，不要到处乱跑啊之类的？他有什么秘诀吗？どうですかね。でも走っちゃダメです。食事場では走っちゃダメですけども、そういう部分では子供も大人が食べてる間子供も楽しめる空間に作られてると思いますし、僕自身人様の迷惑になることとかしっかりと厳しくしますけれども。やっぱりある程度子供は子供なので、自分としては自由に、はい、育てたいなと思いますけど。はい、もちろんです。ありますし、ラーメン屋もありますし、はい。